グリンブルク王国を取り戻したロランとウォルホート家。しかし安堵する間もなく、彼らの前に新たな問題が次々と立ちはだかる。ウォルホート家先代当主シモンの死とセレノアの出生にまつわる秘密、王党派貴族を処罰し、理想と現実の違いを思い知った新王ロランの苦悩、そしてフレデリカの母オルレアの手記によって明らかになったノゼリアの地下に眠る岩塩の存在とローゼル族の真実の歴史、どれも簡単には答えの出せない難問ばかりだった。そんな時、エスフロストの残党がノゼリア新鉱山に結集しているとの報が入る。まずは新鉱山のエスフロスト軍を駆逐しなければならない。セレノアたちはそれぞれの葛藤を封じ込めてノゼリア新鉱山へと出発した。エスフロストの残党がノゼリア新鉱山に潜んでいる。いや、鉱山を死守するために踏みとどまっていると見るべきか。おそらく後者だろう。グスタドルフは新鉱山でドラガン殿が殺されたことをグリンブルク侵攻の口実にした。だが一方でどうしてもあの鉱山を我が物にしたかったのだと俺は見る。はい、グリンブルクを制圧した後、エスフロストは新鉱山で盛んに採掘を続けていた。そして大量に掘り出されたものは全てエスフロストへ運び出されたそうです。掘り出したものとは鉄鉱石ですか？そのはずですが、事実は分かりません。採掘と輸送にはエスフロストでも限られたものしか関わることを許されなかったそうです。妙だな。確かに新鉱山の鉄鉱石は質も量も優れていたが。ええ、エスフロストには他にもいくつもの鉄鉱山がある。新鉱山にそこまでこだわる理由はないはずよ。特別な理由があるのかもしれんな。母様が書き残したことが本当に。ノゼリア新鉱山の様子を見てきました。すでに採掘や輸送に関わる者たちの姿はありませんでした。敵兵の数は多くはないようですが、坑道の中で何かをしているため実態は不明です。わかった、偵察ご苦労。聞いての通り、エスフロスト軍は鉱山で何らかの作戦を遂行している。奴らの真意はわからないが、これ以上好きにさせるわけにはいかん。はい、新鉱山を取り戻しましょう。そうすれば真実はおのずと明らかになる。グリンブルクは断交宣言を撤回し、我が国との交流と取引を再開しました。ロラン殿は見事約束を果たしましたな。しかも王との戦いでは我が軍にほとんど被害を出さずに、エスフロストに大きな損失を与えた。申し分のない結果だ。我々が与えた魔力結晶エルフリックあってこその戦果ではあります。しかし勝利をつかみ取ったのはセレノア殿率いるウォルホート家の実力です。珍しいですね、エグスラム殿がそこまで褒めるとは。事実を言ったので。
セレノア殿をグリンブルクの手札にしておくのは危険だ。私も同じ意見です。七星人である以上我らの元に取り込むべきでしょう。もちろんそのつもりです。教皇もセレノア殿には期待をされている。彼を完全に取り込めばウォルフォート領もハイサンドのものになることですしね。ロラン殿が手放す前、簡単にはいかないと思いますが。でしょうね。しかしロラン殿には大きな貸しがある。さらにグリンブルクの復興を支援しましょう。ロラン殿が否と言えなくなるほど手厚くね。さすがイドー殿だ。グリンブルクごと傘下に収めるおつもりか。女神の教えと慈悲を広めるだけですよ。もちろんいずれはエスフロストにもノゼリアにあまねく女神の加護があるように。それが潮の女神、そして我らが教皇の願いなのですから。これで全部か。はい、ノゼリア新鉱山からの運び出しは一旦これで切り上げです。今頃新鉱山に残った兵たちが仕上げの作戦を行っているはずです。わしは何も知らされておらん。お前たちが何を運んでいるのかさえな。それは全てグスタドルフ総帥のご指示で。分かっておる。そう怯えるな。聞いているだろうが、わしは総帥から召喚を受けた。この要塞での任務もおそらく最後だ。最後の客としてキコーラをねぎらいたい。受けてくれるな。お気持ちはありがたいのですが、急ぐよう総帥に言われておりますゆえ。スバローグのもてなしなど受けるな。それもグスタドルフの命令か。いえ、そのような命令は決して。 ではお言葉に甘えさせていただきます。ご案内します。どうぞこちらへ。これほど大量に運び込んだ本当に鉄鉱石かどうか、新鉱山からの積み荷改めさせてもらうぞ。残っていたのはこいつらだけか。そんなはずはありません。偵察した時にはもっと多くの兵がいました。以前に来た時より採掘が進んでいますね。敵はもっと奥にいるのでは。おそらくそうでしょう。しかし問題はこの複雑な地形だ。うん、どこから奇襲を受けるかわからない。セレノア様、まず付近の行動をよく調べてから進むべきです。分かった。気配を消して周囲を探ろう。
ベネディクト、あちこちに置かれているのは爆裂ガンだな。はい、ドラガン殿が作った岩盤を砕く道具です。魔力結晶ほど破壊力はありませんが、扱いがたやすく、同時に爆発させることで威力を調整できるそうです。物騒だな。若、目についたものは回収しておきます。ああ、そうしてくれ。爆裂岩があることに不思議はない。だが、置かれていた場所がおかしくはないか。そうですよね。危険なものだから、きちんと保管しないといけないはず。仕掛けるとしても、本来は坑道の奥で使うものですよね。なのに坑道全体に配置されていた。これでは、もし連鎖して爆発すれば坑道全体が崩れ落ちるでしょう。やはり意図的なものか。仕掛けたのは侵入者発見、迎え撃て。エスフロスト軍。エスフロストの狙いが新鉱山の封鎖だったとは。奥に行かせるわけにはいかん。皆殺しにしろ。しかし隊長、こいつらはオルホート家です。分かっている。簡単に勝てる相手ではない。だがこちらには爆裂岩がある。これと我らの命を使えば負けはしない。全てはエスクロストのため、ハイサンドの支配を終わらせるためだ。我らもろとも鉱山を封鎖する。全員覚悟を決めろ。まさかこいつら自分たちごと行動を吹き飛ばすつもりなのか。呆れた奴らだ。親からもらった命を何だと思ってやがる。ウォルホートの旦那、私も手伝うよ。こいつらをぶっ飛ばして目を覚ましてやる。頼むぞトリッシュ。この命、託します。さあ、行くぞ。この命、託します。
良いな。我らに与えられた命令はこの鉱山を封鎖することだ。命に代えても奴らを生きて返すな。鉱山もろとも爆裂岩で吹き飛ばしてやれ。爆裂岩を使われてはひとたまりもない。敵は決死の覚悟で来る。侮るなよ。私たちを巻き込んで爆死しようっての？行かれてやがる。友だ俺はごめんだよ。よし行くよ。かく乱するか。マクスウェル、マイル。ついてこれますか？出番だな。情けは禁物です。この策ならば。しまった。よし、他の者も続け。爆裂岩を使って鉱山を封鎖するんだ。まずい。早くあの爆裂岩を止めるんだ。さあ、行こう。今こそ。俺が相手だ。見てろよ。いたずちよ。落ち着いて考えよこれで。心配かけたな。回復はお任せを。終わらせましょう。創世の名にかけて。仕掛ける。
じ。情けは禁物です。息をつかねば。もう一肌着するか。負けられない。じゃあ見てろよ。僕の魔法でかかってこい。冷静に行きましょう。傷を癒す。よかった。いざ。とっておきを出しますよ。行きます。私の出番だね。マクスウェル、マイル。情けは禁物です。焦りは禁物。力になれそうです。さあ行こう。油断した。争いを収めるために。逃がさない。これなら勝てます。私のできることを。俺が相手だ。勝利のために。落ち着いて考えよう。勝つぞ。見たか。いける。私の出番だね。今ならこいつで。情けは禁物です。終わりだ。悪く思うなよ。国のため、故郷で待つ家族のためだ。
この任務必ず成功させなければ。増援か、みんな気を緩めるな。創世の名にかけて。仕掛ける。そこを。ウォルホートの名にかけて。助かります。お返しです。やってやる。回復はお任せを。皆さんのために。ありがとう。学んだ力、今こそ。トリス様のお通りだ。撹乱するか。頑張ります。見たか。いける。合わせます。この盾が破れるかな。どこからでも来い。どう攻めるか。お守りします。とくと見よ。狙い通りです。さあ行こう。見てろよ。あたしの出番だね。こっからはあたしの独断場。学んだ力、今こそ力になります。回復はお任せを。傷を癒して。ありがとうございます。今にも爆発しそうだ。みんな急げ。爆裂眼が最優先だ。出番だな。頑張ります。悪く思うなよ。かかってこい。くらえ。お守りします。せっ。今だ。
ホートメ、手強い。ここを封鎖せねば我々に帰る場所はないぞ。また新手だ。みんな爆裂眼を使われる前に排除しろ。どう攻めるか。ウォルホートの名にかけて受けてみよう。負けん。やこの槍を受けよ。僕も勝利への糸口はこの策ならば。創世の名にかけて。仕掛ける。この距離なら。私がついています。出番だな。貫け。
争いを収めるために、私の魔法で。お守りします。仕掛ける。よっ。勝利への糸口は。もう行くな。戦いか。ふん。よいしょ。もう一丁。その名にかけて。勝利への糸口は。油断しましたね。手加減なしです。ちょ、行くぞ。ここだ。どうだ。お助けします。やってやる。勉強の成果だ。冷静に行きましょう。これで傷を。助かりました。終わらせましょう。なんてざまだよ。ウォルホートの名にかけて。ついて考えよう。とどめ。この盾が破れるかな。打てる手は。最善の手を。マクスウェル、マイル、行くぞ。僕も。よし、エスフロスト兵は全て排除した。ったく、自爆攻撃なんてエスフロストはひでえことさせやがる。これで新鉱山は取り戻した。しかし、なぜそこまでエスフロストは必死に。危ないところだった。まさか自分たちごと行動を爆破しようとするとは。今のエスフロスト兵たちの行動は異常です。自爆などすれば守るべき拠点すら壊れてしまう。こんな作戦はありえません。ありえないことをエスフロストは行った。そうまでして渡したくないものがあるのだろう。この行動の奥に。奥に行ってみよう。これは鉄鉱石じゃない。この薄紅色の塊は塩だ。いや、塩でできた岩、岩塩だ。ノゼリアの地の底には岩と化した塩が眠っている。母様が書き残した
ローゼル族の伝承は本当だった。ノゼリア新鉱山は岩塩の鉱脈、岩塩鉱床だったのか。これでエスフロストがハイサンドと断交できた説明もつく。ええ、掘り出した岩塩があればハイサンドから塩を得なくても戦えるものね。でもグスタドルフはいつこの事実を知ったのでしょうか。新鉱山の責任者はドラガン殿だった。しかしドラガン殿は突然エスプロスト兵に襲撃され暗殺されてしまった。グスタドルフはそれをグリンブルクの仕業として信仰し、新鉱山を手に入れた。これらを考え合わせれば、おそらく岩塩を発見したのはドラガン殿。しかしグスタドルフとドラガン殿の間で岩塩の扱いをめぐって対立があったのでしょう。だからグスタドルフは岩塩を我が物にするためにドラガンを殺し、グリンブルクごと鉱山を制圧した。そういうことか。この鉱山を奪い返したのは正解でしたな。すでにかなりの量の岩塩をエスフロスト本国に運び出したようですが、それもいずれは尽きる。ああ、ここさえ守り抜けばエスフロストを確実に屈服させることができるだろう。しかしエスフロストが別の岩塩鉱床を発掘する可能性もあるのでは。ローゼル族の伝承によればその可能性は否定できません。しかしノゼリア新鉱山は3つの国が協力してようやく開けたのです。岩塩が同じような場所にあるならエスフロストだけでは簡単に採掘はできないでしょう。ならば奴らが新たな岩塩を見つける前に攻め込んで叩くまでだ。ことはエスフロストだけの問題ではありません。岩塩の存在はハイサンドの根幹をも揺るがします。ええ、ハイサンドの力の源である塩湖と女神の権威、その二つが崩れるでしょうね。ローゼル族の伝承が真実だということも証明できます。真実を明らかにすれば塩湖のローゼル族を解放することだって。つまり我々はノゼリアの未来を左右する力を手に入れたということだな。これからどうするべきか慎重に話し合う必要があります。そうだな、一旦オートに戻ろう。ヒューエット、オートに伝令を出しこの周囲に王国軍を配置させろ。誰一人新鉱山に近づけさせるな。はい。じいさんが探していたのはこれだったのね。新鉱山の封鎖作戦は失敗したか。オルホート家が邪魔をしたようです。すでにグリンブルク軍が鉱山周辺を固めています。奪還は難しいかと。岩塩に気づかれた。ウォルフォード、余計なこと。分かった、我が軍の集結を急がせろ。はっ。ようやく召喚に応じたか、スバロー。密かに大金砲を作っていたことは言い訳しない。好きに処罰するがいい。できるものなら。ずいぶん強気だな。ノゼリア新鉱山からの積み荷を見たぞ。岩塩に気づいたか。はけ、グスタドルフ、お前は何を企んでいる。手に入れた岩塩を使ってハイサンドを倒す。わずかな塩による支配を終わらせ、全ての民が自由に暮らせるノゼリアを作るんだ。
貴様の言う自由とは、強き者が弱き者を喰らう世ではないのか。否定はしない。だが、少なくとも得体の知れぬ女神に支配されて生きるよりは人間らしいだろう。人には己が力を試し戦う自由が。今お自由が私に対しているようだ。岩塩の存在をいつ知った？可能性は随分前から大書院の古い記録を読んだ。太古の知識も捨てたものではない。ドラガンも大書院で学んで爆裂岩を完成させたのだろう。そのドラガンを殺したのはお前だな。言いがかりはやめてもらおう。言いがかりなものか。ノゼリア新鉱山を指揮していたのはドラガンだ。先に岩塩に気づいたのはドラガンのはず。貴様はそれを我が物にするためにドラガンを襲い殺したのだ。のみならずその死を利用してグリンブルクを攻めた。違うか？たくましい想像力だが間違っている。叔父上、あなたの息子は実に野心家だった。どういう意味だ？認めよう。確かに岩塩を発見したのはドラガンだ。だがそれを私に伝えたのは他でもない、ドラガン自身なのだ。岩塩を渡す代わりに自分をエスフロストの宰相にしろと。それだけではない。あの男は同時にグリンブルクとも交渉していた。大臣の座を用意すれば岩塩を渡すとな。ドラガンは母国と敵国を天秤にかけていたのだ。何を言う。冒涜は許さんぞ。ドラガンの野心の強さは貴様が一番知っているはずだ。叔父上、今は身内で争っている場合ではない。岩塩の存在はグリンブルクに知られた。ハイサンドが気づくのも時間の問題だろう。奴らの動きに対抗せねばな。わしにどうしろと。大金砲の仕上げに手間取っている。あれを完成させてもらいたい。さすれば最小の地位を与えよう。亡き息子の望みを叔父上が叶えるんだ。急げ。間もなく戦争が始まる。生き残った者がノゼリアの覇者となる最後の戦争だ。